皆さんこんばんは、 MK です。マリオカート8デラックスパート15やっていきましょう。今回は 200cc の最後のカップ攻略したいと思います。ここで星3つを取れればグランプリ完全クリアでございます。なんとか一発攻略目指して頑張っていきましょう。そして 200cc 全てのカップをクリアすれば隠しキャラが出現しますので、そちらの方も今回出していければと思います。どんなキャラクターが出るのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで行きましょうか、ベルカップ。そして前回の生放送を見ていただいた方は分かると思うんですけど、 200cc めちゃくちゃ速いです。なのでまあブレーキとかアクセル話とかをしながらなんとか攻略していきましょう。そしてコンピューターもめちゃくちゃ強いので一瞬も気を抜くことはできませんよ。でね、結構軽量級が強いんですよ、 200cc は。なので今回はベビーピーチで来ましたが、敵はどうだろう。うわ、ベビーマリオとベビーデイジーはいますね。あのあたりはちょっと注意しないといけません。ほら待って、早すぎてさ曲がりきれないんですって。ちょっと待って、いきなりちょっと飛ばしすぎましたね。はい、そしたらベビーマリオまずは赤コーラで攻撃して1位にはなりましたが、うわ、ネオクッパシティさカーブ多すぎてちょっとむずいな。これちょっとアクセルとかもちゃんと離しながら行かないとすぐに落ちちゃうので気をつけていきましょう。ちょっと壁当たりすぎ。はい、そして今のここブレーキ踏んでたけどなブレーキ踏んでも落ちちゃうの、あそこ。ちょっとあそこは要注意ですね。そしたらまたベビーマリオに周囲を取られてしまいました。バナナ気をつけて、あいつバナナ持ってますよ。赤コーラ私に来ないでください、ベビーマリオに行ってください。なんで今のベビーマリオだったでしょうが、そしたら待って、ここもジャンプアクションはあえて決めません。ジャンプアクション決めるとその後加速し、あっぶね、加速しちゃうので、決めない方がいい時もあるんですよね。はい、そしたらここはな、インコース攻めまして、ちょっと待てよ、壁があるからとりあえず攻めても OK で、この次ね、この次さっきここ落ちましたよ。気をつけて曲がっていきましょう。素晴らしい。今ベビーマリオバナナ当たってなかったか。まあ当たってないか。ちょっと待って、あいつやっぱ早いな。ベビー系はね要注意なんですよ。はい、そしたらここなんとか1位で、最後のラップ嘘でしょ、今のジャンプしたつもりだった。ちょっと甘かったね。うわ、赤コーラでちょっと緑コーラも消えちゃったし、待って、まずい、ちょっと青コーラ来てくる。あ、来てる、トゲゾウ来てる。はい、トゲゾウでとりあえずベビーマリオは一回やられ、なんで私も食らったなんでそうなる。ちょっと待って、いやでも現状1位。うわ、クッパ強えな、さすがネオクッパシティといったところでしょうか。赤コーラ持ってんだよなあいつ。ちょっと本当やめて、赤コーラだけマジでやめて。赤コーラ、あーと落ちちゃった。ちょっと待って、いやまだ大丈夫、まだ1位ですよ。このままなんとか突っ走っていきましょう。もういいよ、トゲゾウコーラとか来ないでよ。でインコースを攻めまして、バナナを後ろに携えて OK、 なんとかまずは1位。ちょっと待って、やばすぎ、想像以上に 200cc が速いまあ前回生放送でねやったから、それ見てた方はなんとなくわかると思うんですけど、今ネオクッパシティやってまたビビったわ。カーブが多いとねやっぱ曲がりきれないので、そこはうわ、もうでもしょうがないんだよな。曲がりきれない時はもう曲がりきれない。おっと、そして次はリボンロード。リボンロードは緩やかなカーブが多いからなんとか曲がりきれるとは思いますけど、いや油断はできませんね。そしてあのジャンプアクション決めれるところ結構あるじゃないですか、あそこはもう決めません。ジャンプアクション決めると落ちちゃいますので、 MK さんなるべく決めずに行きたいと思います。安定して走るのが一番早いですからね。はい、ということで、おー、なんかしょっぱなからベビーマリオ速すぎない？トップスピードがベビーピーチよりも高いんでしょうか。同じ軽量級でもなんかちょこちょここういう差があるみたいですね。はい、じゃあここ赤コーラ投げとく。赤コーラね取っといてもいいんだよな。でもな、あーどうしよう、次赤コーラ来たらさ取っとくか。ちょっと待て、ちょっと曲がりきれなすぎる。やばい。はい、一旦キノコ使ってここ、うわ、そうでしょ、なに、まあ、まだ1周目だから全然いいんだけど、はい、ここクッパを越しまして、クッパ今バナナも、あーもうダブル取ろうと思ったのになんでそうなる。そしたら、おーっと、ショートカット決めていく、モートン、いいね。おー待って、モートン赤コーラ持ってた今。あの赤コーラ投げないでよ私に、ベビーデイジー、なんでそれが当たるもう赤コーラは当たんなかったけど、あとと緑コーラが当たってしまいました。そしたら待って、リボンロードさ思ってるよりこれやばいぞ。カーブが緩やかだと思いきやそうでもないかもしれん。ナイストゲゾ、ちょっと待って、アクセルを離しつつ、あの爆発にも、今巻き込まれてたでしょベビーマリオ。
おいおいおい、今ベビーマリオさんさ巻き込まれてたよね、爆発に。なんで食らわなかった？そしてキノコがあるので、ここはショートカットを決めていく。あーっと、やりすぎやりすぎ。まあ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 、まあ、使わないよりは早かったでしょう。そしたらラスト1周、もうトゲゾウコーラとかほんと来ないで。ここに来てきたらマジ終わる。あ、ジャンプアクション決めなくていいって。はい、でここもちゃんと曲がっていく、ちゃんと曲がっていきますよ。ダートになるべく出ないように、ここジャンプ素晴らしい。いけるいけるいける。落ち着け落ち着け落ち着け、無言でいいよ、喋んなくていいよ、プレイに集中して。はい、プレイ。うわ、ゲッソーか、ここでゲッソーがやばいかもしれない。ちょっと待って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 、本当に待って本当に待って本当に待って、ベビーマリオベビーマリオ、本当に待って。実力で越す、実力で越します、実力でここ越していく、素晴らしい。よういったな、今最後のもうダート入り気味のミニターボ、あれがなかったら今負けておりました。あっぶな。ちょっと待って、これさ、今回一発でクリアできるかな。そう、これ60点ちゃんと取んないと星3つにならないので、隠しキャラが出ない。あ、隠しキャラは出るのかな、ちょっとその辺わかんないんですけど。はい、次はリンリンメトロ。うわ、ここさ、電車当たるって早いから、電車当たるとあのボーンってなっちゃうので、それは気をつけましょう。そう、そして200cc も全部クリアすれば真のエンディングを見ることができます。そちらもね、ちょっと皆さんお楽しみにしておいてください。そう、真のエンディングね、若干エンディングと映像とかが違うんですよ。で、私はね、個人的には真のエンディングの方が映像が好きなんで、まあまあまあ、それもね、あの皆さんと一緒に見たいと思います。そのためにもここは星3つ取っていきましょう。わーった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 、今のは当たるだろう。今のスピードは制御しきれないでしょ。おーっと、はい、ここでも地下鉄通ってる。はい、電車に当たらないようにカーブしていきましょう。あ、いいね、これさ、ウルトラミ、あ、やだ、何で。なんでそれが当たるの、そんなことある、ちょっと。で、それもう私が当たるんでしょ。マジで言った、アップでも赤コーラも消えるしさ、ちょっと散々すぎる。はい、ドンキー、はい、ドンキー、自分の緑コーラ当たる。ちょっと待てよ、ベビーマリオがやっぱ早すぎ。落ち着け。はい、ここジャンプして、ファイアフラワーファイアフラワー、これでベビーマリオとりあえず、はい、攻撃していく。当たって、もう一発ぐらい。いや、なんで自分で当たった。もう一発ぐらい当たってよ、ベビーマリオ。なんで当たら、しかも、うわ、当たった当たった、あ、私以外も持ってるんかい。はい、でここ緑コーラ後ろに置いて、とりあえずもう対向車線は見えてないって。今のは見えてないじゃん、見えない角度から電車出てきたら危ないでしょうが。そしたら待って待って、あっと、ナイスナイス、トゲゾウコーラでドンキーやられる。それ巻き込まれるんだよな、なんとなく分かってた。マジか、ちょっと待てよちょっと待って、でもいける。3周目今1位なんで、このまま突っ切ればなんとかなります。で、ここ落ち着け落ち着け落ち着け、電車来るよ電車来るよ、ここ電車気をつけて電車気をつけて、はい、膨らまないようにカーブして。え、なんで。なんか赤コーラ私に当たんないで行っちゃったけど、どういう判定今の、よく分かんなかった、よく分かんなかったけど、最後の電車気をつける。はい、でジャンプ行ったっしょ、これもこれも行ったっしょ。はい、でここ、あ、やばい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 、ちょっと変な曲がり方してしまいましたが、なんとか1位を取りました、素晴らしい。オッケー、待てよ、いけちゃういけちゃういけちゃう、最後の、うーわ、最後ビッグブルーだ、ビッグブルーいけるか、待て。待て、ビッグブルーやばい可能性がある。あそこただでさえさ、ダッシュボードとか多いからめちゃくちゃ速いんだよ。 200cc で制御できるかかなり怪しいですけど、もうここまで来たら走っていくしかない、行きましょうか。で、ビッグブルーはめちゃくちゃ大きな一周になってますので、それもちょっと意識してやっていきましょう。ふう、落ち着け落ち着け、いける。MK さんならいける。ここまで全部1位取ってきたんでしょ？ここで1位取ればグランプリ完全クリア。行きましょう。落ち着け落ち着け、真のエンディングをみんなと一緒に見るんだ。なんでドンキーそんな速いの、まあ、重量級だからな、トップスピードが軽量級よりもいいんですよ。うわ、バナナかい、ここは赤コーラでしょうが。で、ドリフトでこれさ、スピードを落とし気味に行きます。だからここもジャンプアクションしません。MK さん、ジャンプアクションしません。ここ落ち着け落ち着け落ち、ああー、もうなんで膨らむなんで膨らむ、待て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 。で、ここ緑の方が早いんだけど、あんまり緑とかも行かない方がいいような気がすんな。赤コーラ怖い、なんで。しかもキノコはさ無理だって、ここでキノコは制御しきれない。おーっと、ドンキーナイス、ドンキーがなんかぶつかった。ちょっと待ってちょっと待って、はい、ここインコースでもう今使うしかなかった。うそ、あーっと、あれ赤コーラが来てない、なんだ今の赤コーラ、今の赤コーラどこ行った。ちょっと待って、ここ一回ぶつかるけどしょうがない。はい、でここ待って、次か、ここで2周目3周目、
あれどっちだったっけ。いや、あと3周目来た。はい、バナナ、落ち着け落ち着け落ち着け。もうこのままこのまま走り切ります。 MK さん、なんか赤コーラ、赤コーラ全然私に追いついてねえじゃん。そしたら、あ、いける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 、落ち着け。あーっと、サンダー、まあ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 、あ、逆にいいまである。サンダーの方がこれ遅くなるからカーブしやすいんですよ。だからもう逆にいいまであるね。はい、こう来てこう来て、いけるぞいけるぞいけるぞ、ラストラスト、はい、ダブル取れば確実に防げるやつは来るでしょう。いったよねこれ、いったよね。あ、やばい、最後ちょっとダート入りましたが、すんばらしい、ありがとう。ということで、グランプリ完全攻略でございます。よーし、じゃあ真のエンディングみんなで見ましょう。よくぶつかったな今ベビーマリちゃん、今ベビーマリオ MK さんに思いっきりぶつかってきましたけど、人身事故マジで気をつけてくださいね。ゴール後だからといってね、さ、そういうプレイはちょっと許されないな。で、真のエンディングが来るはず。あ、まだかまずはハイライトね。おっと、ハイライトはネオクッパシティ、一番うまく走れなかったネオクッパシティをなぜハイライトにしてくるんでしょうか。赤コーラ当たっていく。あ、ハングオンだったんだ今、あれだったね。ベビーマリオがさ、ハングオンっていう、あのカーブとかめちゃくちゃ曲がりやすいバイクを使っておりました。おーっと、越したあれ、なんかベビーマリオのハイライトみたいに今一瞬なってしまいましたが、ネオクッパシティ、リボンロード、リンリンメトロ、ビッグブルー、全部1位取れました。すごくない？なんか 200cc むずいからねみんなさらっとやってるけど。はい、ということで星3つだよね、だと思うけども、ベルカップ星3つ、素晴らしいお、新しいキャラクターを選べるようになりました。で、エンディングが流れるはず。どうだろう、真のエンディングが来た。ほら、スタートからもう違うでしょ。そう、この映像ね、結構豪華なんで皆さん見てってください。はい、ということで、マリオカート8デラックス、とりあえずグランプリは完全攻略でございますが、実はですね、まだこれで完全クリアとは言えないんですよね。そう、新しいキャラクタープラスタイムアタックとかコインを集めないとゲットできないカートが結構まだあったり、カートというか、まあマシンかがまだあったりするので、そのあたりも全部集めて今回は終わりたいと思います。プラスまだバトルモードやってませんよね。だから、まあ、バトルモードはマネージャーと一緒にプレイしたいと思います。なので、それでまあ最後ね、マネージャーとちょっとバトルモードガーッと遊んで、で、その後にタイムアタックかな。タイムアタックでもね、裏作業でやっておきます。また同じコースを走るだけになっちゃうので、タイムアタックの方はラスト数コースを残して裏作業でやっておきます。で、ラスト数コースを最後実況でやって、全カートを出してこのマリオカート8デラックス最終回にしたいと思いますので、ぜひ最後まで応援の方よろしくお願いします。そう、結構ね、全部のマシンが揃うと、まあ結構見応えがいいね、カートとキャラクターが出来上がりますので、そちらはお楽しみにということで。で、プラス、そう、マリオカート8デラックスはコース追加パス、今私実況でまた始めました。あちらはまたパート1からね、パート2パート3とやっていきます。で、パート1パート2はね、もう上がってて、パート3以降はまた次の追加コースが配信され次第、やっていきたいと思いますので、ぜひそちらの方もお楽しみにということで、発売から5年経っているこのマリオカート8デラックスもまだ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 遊び応えがありますね。いや、コース追加パスがそう、ちょっと面白すぎるんですよ。まだ私のパート1パート見ていないという方はぜひそちらの方もご覧ください。そしてこの映像良くない？なんかさ、今までの映像よりも結構アクションシーンが多いんですよ。こっちの方がジャンプアクションとかも結構いろんなキャラクターでこの映像を見せてくれるんで、結構私はこっちの映像好きなんですよね。あ、オートロゼッタかっこいいね。ロゼッタのこのバギーの似合いすごいよねロゼッタといえば ATV バギーか、あれっていうスタンダード ATV、あれっていう方も多いと思います。ネオクッパシティ走ってる。おーっと、マリオ、あか、これなんだったっけ、ターボワンだったっけ、あれなんだったっけこれ、P ウィングだったっけ、なんかそんな感じだよね。あれもかっこいいよね。おー、ロゼッタバイク、なんかロゼッタ推しなんか最後。お、リンクそう、リンクとか、あとはなんだったろう、インクリングか、インクリングとかがエンディングに出てくるのはマリオカート8デラックスだけなんですよね。そう、マリオカート8の時点では英傑の服のリンクとか、あとはインクリングとかが参戦してなかったので、そのあたりがね、このエンディングムービーにマリオカート8デラックスでは、追加されてるという感じになっております。猫ピーチ
ネコピーチもねダウンロード、お、ほらインクリングインクリングいいよね。てかスプラトゥーン3もねそろそろというか今年の夏が、発売になりますので、そちらも楽しみだなという感じでございますが、ほらジャンプアクションがさパーって見せてくれんのよここで。いやいいよね、ほらこっちの映像の方がさなんかアクションシーンが多くて個人的には好きなんだよな。はい、そしてレインボーロード、うわ昨日の生放送、まあ見た方はわかると思いますけど、レインボーロードがやばすぎ、本当に曲がりきれなすぎ。お、インクリングボーイもガールも参戦してるからね、なんかちょっと優遇がすごいなという感じですけども、おー、ネコピーチ、リンク、ほらここのジャンプアクション、おわいいね今のインクリング4人揃ってパーンってこうジャンプするのいいね。いやそう、色替えまであるからな、インクリング、ちょっと優遇されすぎ感がありますが、おっと、そして最後のロゴが流れてきました。いやよかったな、これ最後のエンディングもちょっと皆さんと見れてよかったです。これ確かね全部のグランプリで、そうカップ取らないといけなかったんだと思う。星3つじゃなくてもよかったかもしんないけど、星1つ以上かなで全部やる必要がある真のエンディングでございました、マリオカート8デラックスで。これ真のエンディングを迎えるとオープニングっていうか最初のタイトル画面が変わるんですよ。確かほら変わった、これがねランダムになるんだよね確か。戻ってみるか、ここで戻れば、あーこれだとまだランダムになんないか、次読み込んだ時に違うまた絵になると思います。そうこれもいいんですよね。で最後のキャラクターちょっと皆さんで見たいと思います。はい、こちらゴールドマリオまあサムネとタイトルになっていたかと思いますけど、そうメタルマリオの欄でね、こちらゴールドマリオとメタルマリオが選択できるようになるんですよ。でマシンの方がですね全部ミラーでクリアした時にトン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 、あこの下か、さらに下行って、ほらゴールドカートはゲットしてるんですけど、ゴールドタイヤとゴールドグライダーですね、これがまだゲットできていませんので、こちらの方はまあ実況外であのコインとタイムアタックを進めて最終的にタイムアタックを実況でやって揃えていければと思いますので、お楽しみに。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。